代わって新型コロナウイルスワクチン接種に関する市からのお知らせです。市では引き続きファイザー社製ワクチンを使用した個別接種の新規予約を受け付けています。予約は接種を希望する医療機関へお問い合わせください。個別接種に関してです。対象者は接種日時点で満12歳以上の方です。予約方法は接種を希望する医療機関に直接お問い合わせください。接種可能な医療機関一覧は市ホームページをご確認ください。市ホームページに掲載していない医療機関でも接種可能な医療機関があります。普段からかかりつけ医として利用している医療機関がある場合は直接かかりつけ医にご確認ください。詳しくは市コールセンターナビダイヤル 0570-053-127 までどうぞ。国の緊急事態宣言の発令を受けて、東京都は都内全域に緊急事態措置などを実施しています。従来より感染力が強いデルタ株が流行していますので、引き続き不要不急の外出自粛と基本的な感染防止対策の徹底について市民の皆さんのご協力をお願いします。市では自宅療養者への食料などの支給とパルスオキシメーターの貸し出しを行っています。保健所などからの支援を受ける前に食料支援やパルスオキシメーターの貸し出しが必要な方は市ホームページをご覧ください。続いては新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する方々に対する支援についてのお知らせです。新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対して就労による自立を図るため、またそれが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。この度申請期間を延長し11月30日まで申し込みを受け付けます。支給対象者は社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付を受けた方で、月1回以上の自立相談支援機関での面接、月2回以上のハローワークでの職業相談、週1回以上の求人応募または面接を行う方です。支給金額は単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円とし、支給期間は3ヶ月です。申し込みは11月30日までに必要書類を市役所生活福祉課窓口へ直接持参するか郵送で提出してください。詳細は市ホームページをご覧ください。